突然の山崩れで水力発電所が破壊された。しかしそれは発電所の電力を求めて暴れ回る透明怪獣の仕業であった。第三火力発電所の警護に当たった家督隊の前、ネロンナが姿を現した。急激に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始めるのだ。Shut up!